はい、本日も飼い主放置で出発するビーム君。おい、ビームちゃん、どこ行くんだ？エレベーターに向かってください。やつを乱化してるんで放置していきましょう。おっと、ビーちゃん来ました。今日も元気に出発です。はい、北海道もやっと桜が咲きました。満開でございます。なんと撮影してましたらね、マリオカートに出会いました。マリオコラボでございます。さあ、ビーちゃん、今年も桜を見に行きましょう。綺麗です。ビーちゃん、綺麗だね。もうビームくんはね、奇跡の復活のおかげで15回目の桜を見ることができました。なんかね、いつもの年よりも意味のある花見です。こちらの公園もですね、工事が終わって綺麗になりました。そして、こちらのね、旧長山邸も約2年ぐらいかけてですね、修復工事が終わりました。ビームさん、歩かないの？行くよ。僕はペットショップに行くと歩きません。はい、いつものケーキ屋さん、スイートレディチェーンさんに寄り道です。ちなみにですね、店内でケーキを食べてるお客さんも興味津々で見てました。もうさっきはね、くっそも歩かなかったビームくんですが、ペットショップに向かうとなるとこうです。はい、ちょっとで行きますよ、ビームさん。はい、行きましょう。おい、どうした？めんどくさい犬です。はい、ということでね、今年も無事桜を見ることができました。よかったね。さてさて、お家に帰ってきたビームくんですが、今回もですね、黒江ママさんよりたくさん送っていただきました。すごいでしょう。いやー、助かります。ビームくん、興味津々です。でですね、今回便利グッズも送っていただいたんで、ちょっと紹介したいと思います。まずはこちらですね、錠剤のお薬を砕いてくれる商品です。ピルクラッシャーっていうんですね。ですね、こちらはですね、邪魔だ。使い方はですね、これを外してこの中にお薬を入れて、そして閉めるとお薬が粉々になるという使い方です。あとはこちら、ラックックというね、商品なんですが、こちらはですね、パックになっているフードを食べやすい温度に温めてくれる商品です。邪魔だ。どうやら39度がね、ちょうどいい温度みたいです。こんなもんあるんですね。ちなみにね、こういうパックの商品を温めます。ビームさん、不思議そうに見てますけども、こちらがね、コンセントで、オンオフのスイッチがここについております。中身はこんな感じ。パウチのほかですね、仕切りを取ると缶詰も OK です。ちょっと詰めすぎましたが、こんな感じに入れます。あとですね、こちらのメガネもいただきました。つけるとこんな感じです。かわいいですね。若干ビームくん、お利口さんに見えますけども。で、サングラスだと、こんな感じです。おー、ビームくん、かっこいい。はい、それでは、いただいたおやつをちょっとあげたいと思います。はい、ビームくん待ってね。待って待って待って。はい、ビームくん、こっち。はい、ちょっと待っててくださいよ。もうね、今回もたくさん送っていただいてありがとうございます。おかげさまで復活してからは異常な食欲でございます。そういえばですね、マリオの服を着て抱っこしてると結構ね、話しかけられるんですけども、5割の方はですね、生きてるんですかって聞いてくるんですよ。当たり前だってね。で、9割の方はですね、なんていう犬種なんですかと聞いてくるんですけども、この場を借りてきちんと答えたいと思います。こいつの犬種はアホラニアンです。